1煎目2煎目が一番美味しいお茶もあれば、3煎目4煎目になって美味しいと思うお茶もあるんですね。今日で休みのお水は軟水がおすすめです。軟水がおすすめ、はい、和菓子とよく合う。和菓子と本日のゲストはティーサロン月通しの清月さんです。よろしくお願いします。まあ出会いは実はとある方の僕が連れて行っていただいたイベント会場、ライブハウスとかジャズの素敵なお店で、たまたま僕は一曲ちょっと歌ってくれみたいな流れで歌わさせていただいたのがきっかけ。一番前にですよ、犬の歌でした。犬の歌みたいな。本当それで、すぐよかったですって言って声かけていただいて、でそれからこうイベントとかやるんで声かけてもいいですかとかいうこと言っていただいて、で一度ね、清月さんのイベントにお茶会で歌わさせていただいて、したらこう素敵なマダムたちがすごく盛り上がっていただいて、いや本当になんか池畑さんがこんなにお忙しいのに来ていただけるのかなと思いながら、こう無理と思いながらこうお願いしてみたら、なんか持ちよくはなんか答えていただいて、いや本当にありがたいですね。その時皆さんにもとても喜んでいただきましたね。でもそれからホールコンサートに来ていただいたり、うちわを持って皆さんで盛り上げていただいたり、みんなでうちわを作って、ね、もうディナーショーで大好きって言いながら気を振ってましたね。そして、先日ですね、はい、初のコラボイベントも無事大成功で終わりまして、でぜひ先日さんには個別の対談で出ていただきたいということで、今日出演いただきました。ありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いします。中国茶ということで、僕ももう全然最初に出会うまではウーロン茶ぐらいしか知らない男だったんですけども、その中国茶をこう仕事にというか、そういう活動をされるきっかけっていうのは何かあったんですか？そうですね、20年前に、はい、中国茶のこと全く知らない私に、貿易会社、横浜の貿易会社で勤めていたんですけど、はい、その時社長がお台場にいいところがあるから中国茶の専門店やろうって言われたのがきっかけ で、あなたが店長で頑張ってって言われて、みたいな、私が全然お茶のことを知らないのにとか思ったんですけど、じゃあいきなりもう店長指名されたわけですか？はい、いきなり店長で、私ですかって言ったんですけど、もう任されたならではと思って、もう そこからですね、中国茶を毎日横浜中華街からいろんなところにですね、飲みに行って、それで飲んでるうちにだんだん好きになって、はい、もう自分がまずハマっていて、はい、でそれで、あ、中国茶って面白い、中国茶の仕事をしたいって思うようにもなりましたね。それがきっかけです。すごい。じゃあ最初はもう何も知らないところで店長やってという横浜からのスタートで、はい、きっかけでハマっちゃったみたいな。例えばこう日本人だと緑茶とか、はい、まあ、抹茶とか、はい、大体こう想像がつく味と、まあね、飲んだことある麦茶とか、こういろいろ紅茶とか、ね、いろいろ飲み物、お茶の種類の中である中で、中国茶っていうのは例えばこう味の特徴とか、はい、入れ方の特徴とか、まあ、葉っぱの、うん、お茶の葉っぱの特徴とか、僕全然わからないので、なんかこういう特徴があるよみたいなのをもしよかったら教えてほしいなと思うんですけど。そうですね、まず分かりやすく言えば、中国茶と日本茶って何が違うかって言ったら発酵度が違うんですね、はい、発酵度が違う、製法が違うって言った方がもっと正しいかもしれない。製法が違う。日本茶はそこまで詳しくないんですけど、日本茶は発酵してないって言われるんですよ、はい、最近は和紅茶みたいな発酵してるお茶も出てるんですけど、もともと日本茶は緑茶は発酵してないんです。でも中国のお茶は発酵してる、部分発酵茶、まあ、半発酵茶とかも言うんですけど、いろんなパーセントでこう何割何割発酵してる、その発酵茶が多いんですね、うん、発酵茶特有のその香りだったり、あとはその味とかですね、効能とかですね。お茶はただの嗜好品じゃなくて、一つの文化でもありますけど、なんか中国では結構その中医学的な、なんかこう効能を求めて飲む方も多いです、うん、その体調とかに、ね、はいはいはい、効能でですね、
僕はびっくりしたことが一つあって、はい、すごくこうちっちゃい、はい、葉っぱからすごくこう大きくなって、大きくなって、しかもこう入れても入れても出る、はい、出るというか、はい、あれはやっぱ中国茶のそういう特徴になるんですかね。そうですね、中国茶ってやっぱり一回入れると少量で何回も飲めるっていうのがありますね、うん、で、まあ、その生産者によって、あとはその、まあ、作り手のそのクオリティって言います、そのお茶によって違うこともあるんですけど、その3煎まで飲めるとか5煎まで飲めるとか、もう煎を重ねるお茶もあるんですけど、一般的にウーロン茶って言いますか、青茶って言うんですけど、もう丸めて置いてるお茶が多いですね。それだと1回で全部茶葉、まあ、味が全部出るんじゃなくて、はいはい、ゆっくりゆっくり1煎目は香りだけ、2煎目は香りと味、3煎目になるともっと味が濃い味が出たり、まあ、3煎目になってやっとバランスが取れた味になったり、そういう、こう1煎目2煎目って煎を重ねることによって、やっぱりこう味の変化を楽しむ、うんうん、茶だったら、まあ、3煎目とかなると、あ、もうこれ出がらしですっていう表現を使ったりするんですけど、はい、中国茶はこれは何煎目ですっていうふうに言いながらこう出します。お、じゃあやっぱり普通の日本のお茶とかよりはたくさんこう、そうですね、出るし、その2煎目3煎目っていうところでこう味が薄くなったり落ちていくっていうわけではなくっていうことですよね、はい、そうですね、このお茶はピークが何煎目とか、そうか、そういうのがあるんで、種類によって、はい、やっぱり1煎目2煎目が一番美味しいお茶もあれば、3煎目4煎目になって、ああ美味しいと思うお茶もあるんですね。はいはい、こう入れ方で何かこう抑えるポイントが、そうですね、ポイントを教えてほしいなと思うんですが、はい、まあいろんな、こう厳しく言うといろいろこうたくさんあるんですけど、でも、はい、まず基本的にですね、お水ですね、先ほど言われたみたいな、お水は軟水がおすすめです。軟水がおすすめ、はい、ミネラルが豊富なお水ですと、井戸水とかもですね、やはりちょっとこうお茶の味が少し変わっていく、あ、じゃあ水の種類でお茶の味が変わってしまう、味が変わってしまうので、本来のお茶の味を出すためにはやっぱり軟水がおすすめ。軟水ですね。水は軟水です。軟水ですね。はい。あとは、発酵度。大体発酵度って言われても、これ何パーセント発酵したのか見たらわからないじゃんっていう方はですね、うん、葉っぱの色を見た時に、ちょっと緑っぽいか黒っぽいかで発酵度が、緑っぽいのは発酵度が低いっていうんですね。で、ちょっとこう、黒っぽい粒になっている黒っぽい、そのウロン茶という黒っぽいお茶は、あ、これは発酵度が高いというふうに思って、まあ、簡単にこう判別するっていうのがあって、まあ、大体こう緑っぽい発酵度の低いお茶は90度くらいのホットのお湯で大丈夫、90度くらいの温度で大丈夫です。ただ、発酵度の高いお茶は100度に近い、まあ、95度から100度に近い熱湯がおすすめですね。その中で一つですね、ポワール茶は絶対100度がいいと。ポワール茶はですね、長年後置いて熟成する過程でですね、表面 その雑味とかもありますので、その雑味を洗い流すためにも100度でですね、一回洗って捨てる、洗茶するのもあれば、年数が経っている98年ものとかが皆さんが飲まれている、私もよく飲んでるお茶なんですけど、それ2回洗茶をして、2回捨てます。一般的なその日本茶の考え方から、最初の2回目捨てたらもったいないぞって言うんですけど、もったいないなという感じがする。全然もったいなくないですね。2回捨てて洗茶をして3煎目を飲むにしても、少しバランスがと思ったりはすると思うにしても、そこから1煎目2煎目煎を重ねて、煎茶2回した後の3煎目のぐらいになって、美味しい、3煎目で美味しいと、はい、じゃあ1回目2回目を捨てちゃってね。そうですね、はあ、なんかいいですね、はい、贅沢な感じ。どんな種類のお茶から挑戦してみたらおすすめはありますか？そうですね、ペットボトルでもそうですけど、青茶、ウーロン茶は飲み慣れてるかなと思います。はい、なので、まあ、なんとかウーロン茶も、その高山ウーロン茶、高山とも言うんですよ。高い山って書いて、高山、高山って読むんですけど、高山ウーロン茶系でもいいですし、なんか東町ウーロン茶とか、そのウーロン茶がついてるものの方から入ると、とても入りやすいかなと思います。はいはい、あ、馴染みのある、あ、飲んだことのある味だっていうふうに多分思います。
はい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 、あとそうですね、濃いのを好きな方は蒸らす時間をちょっと長くします。あ、濃いのを好きな人は蒸らす時間を長めすれば、はい、同じ種類のものでも味が、そうですね、で、あの茶葉の量にもよるんですけど、茶葉の量と 3グラムから5グラムぐらいで 150cc から 200cc ぐらいで入れて何回も栓を重ねて飲むのが一番美味しくいただけるんじゃないかなと思います、うんうん、それでこうどんどんこう慣れていくというか、こう癖のある方に行くと、例えばどんな何茶があるんですか。そうですね、大体あの上級者じゃないですけど、はい、飲み慣れた方はやはりちょっと濃いめと言いますか、フォアル茶に行きます。フォアル茶ね、あのワインを買い集めている方がやっぱりこうヴィンテージものを探すように高くなるんですけど、フォアル茶も最初は安くてもどんどんこう値段、やっぱり年数によってこう値段が違ったり貴重になってくるんです。だからフォアル茶をあの飲み慣れた頃にいろいろチャレンジされたり、こう健康維持のためにもやっぱりフォアル茶がすごくおすすめだったりします。僕が最初に、うわこれ美味しいって思ったのがリーザン茶、はい、梨のすごいね、はい、リーザン茶はどなたでも本当にあの皆さんが美味しい、皆さんが好きって言われています。美味しいです、あれ高級茶ですよね。そうです、よく言われるんですけど、台湾ではね、台湾のセレブはねリーザン茶しか飲まないってよく言われるんです。もともと標高が高いですので、あの 作るのも大変ですし、高級茶はやっぱり標高が高いお茶をやっぱ高級茶としています、ね、標高が、はい、あとはもう品評会とかでですね、何賞を取ったとかいうお茶もありますけど、はい、まずその品評会を置いといて、いろんなお茶があるんですけど、その中でリーザン茶はやっぱり高級茶とされますね、標高が高い、うん、ほうほうほう、 10g で1000円ちょっとぐらいが、 10g で1000円、はい、があの高級リーザン茶のその価格かなと思いますが、そのそれだけ聞いたら高いってなるんですけど、3グラムぐらいでカップで飲むと5杯ぐらい、うん、5杯も、はい、大体あの3、4杯ぐらいまでまずあの美味しく飲めます。で5杯になると少しあの薄くは感じるんですけど、しっかりあの香りと味も余韻もありますので、うん、まあそうですよね、そう考えるとそこまでうわ高いっていう感じでもないじゃないですよね。はあ、わかりました、ありがとうございます。例えば中国茶におすすめの組み合わせみたいなのありますか。発酵度の低いものを、例えばそのさっき言われたリーザン茶とかでしたら、本当はその高級茶ですし、その発酵度が低い茶ってこうすごく繊細なんです。なのでそのお茶だけを楽しめばいただき、お茶だけ、ね、お茶だけです、お茶です、はいはい、ただ前菜ですね、お魚料理とか、はい、前菜とかにあの合うと思います。あ、前菜に合うんですね、はい、あと最近ですね、和菓子にちょっとハマってるんですけど、あ、和菓子、上花の和菓子とかその練り切りですね、はい、その和菓子ともっともっとこのお菓子も美味しくなるし、お茶も美味しくなるので、こうお互いに相乗効果でもっと美味しくなるって言ったのが台湾の、あの紅茶ですね。台湾の紅茶、少し甘く感じるお茶なんですけど、甘い和菓子に対してこの甘い紅茶がこんなに合うんだ、華やかでです、とても美味しかったです。なんていう種類でした。あのこう紅に、紅に曲って書いて紅曲、リンゴで紅曲ってあります、ね、はい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 、その同じ感じ、同じ感じの種類の紅茶がちょっと甘くて、はい、美味しいです。お菓子の甘さと、はい、和菓子とよく合う、和菓子と合う、ちょっとぜひ試してみたいと思います。じゃあ今からちょっとそういうお茶とかをちょっと習ってみたいなとか勉強してみたいなとか言った場合は、大体インスタグラムが多いですね。インスタのストーリーです、はい、ストーリーとかに、はい、じゃ あ, あのここにインスタのアドレスを載せておきますので、ぜひちょっとそういうお茶を勉強したいとか、はい、まあ、実際にこうそういった何かの会に、ね、参加してみたいわとか、そういう方はぜひインスタでフォローしていただいて、まあ、メッセージとかしていただくとですね、はい、ぜひよろしくお願いします。で、あの清月さんのところでお茶を買うこともできるんですかね。はい、
私個人からも購入することができますし、まあベースっていうかネットショップも、あ、はい、ネットショップもあるんですか。月と星で、はい、検索。わかりました。じゃあそれも載せておきますので、ぜひ皆さんそれも見ていただいてね、今の中であちょっと気になるなっていうお茶を試しに飲んでみていただく。だいたいサイズがですね、お試しサイズで 10g から 50g の方がいいんですけど、逆にですね、もう少しこのまとまった、もう少し量が欲しいとかいう方はメッセージとかいただければ、うん、こちらの方で対応させていただきます。ぜひじゃあ皆様チューリップ茶始めてみませんかというか、僕もおすすめさせていただきます。すごいこうすっきりするし、なんかこうもちろん美味しいし、なんかこうなんか体調もこうなんか良くなっていくような、なんかこういいなと思って飲ませていただいても、また新しいチャレンジしてありがとうございます。ありがとうございます。またいろいろイベントとか、まあ共通の知り合いもたくさんいらっしゃいますし、もう今からちょっとこういろんなそういう文化的なことで地元北九州とかを盛り上げていきつつ、まあ楽しいこととか皆さんに喜んでいただけるような企画をね、いろいろ考えていきたいなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで今日のスペシャルゲストは T サロン月投資の清月さんでした。それでは皆さん、また次回まで、バイバーイ。